どうも、天使向井です。はい、このチャンネルはアニメの感想やゲーム実況、ガチャ動画なんか上げております。今日もですね、アニメの感想を喋らせていただきますけれども、気に入っていただけたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、リコリスリコイル9話です。はい、もう、1話1話が本当に、1秒1秒が無駄にできないという、これはもうね、ちょっと、ちさっととタキナの気持ちが一緒なのかしら俺らとと思うような回だったんじゃないでしょうか、まあ、前回ね本当に不穏な状態から、何を指してんねんおいおいおいという状態だったんですけどもそこからはい気づけばなんとあれで電圧をまあもう高電圧でショートさせて充電できないようにしたつまりこれでもう千里の寿命がここまでと決まってしまった。いやあそこのねやるせない本当に雰囲気というかそのもう全員がそれを分かっていながら滝名以外がもうその過去も全て分かっていたようにまあそうではないんですけれどもでもやっぱその当たり前みたいに会話してる状態の重みというか本当にグッとくるというかそのいろんな感覚を今まで生きてきて覚えて悲しみもあったし絶望もあった中で今あそこに立ってる千里がああいう雰囲気で喋ることっていうことがすごくヘビーと言いますかんでも滝名にとってはもうほんまにもう刺さりまくってしまったろうなと思ってしまいましたけれども本当にでもどこかで何かやっぱり滝名に合う合わない、それが本当に千里にとって大きかったんだろうなというのはまあ要は車を、煽りされた時のあの千里の態度とか考えるとやっぱり千里もどっかで納得いってない部分もあるんじゃないかななんて勝手に思ったりするわけですけれどもうんで、DA に戻ると決めた滝名が、しおりを組んで楽しいところ回って思い出を不器用ながら作るあたりとかもう本当にあの不器用なんですよね滝名が本当にあの冬に夏服着てくるぐらいの不器用さじゃないですかそれもでもあの買い物会が日常会がこの振りになって今回がまた意味合いが全然変わってくるんですよねそれででも水族館もまあ空いてなかったとかそういうふうに思い出に、まあやっぱりなんかいろんな変化もあるわけですけれどもでも最後やっぱり雪を見てちゃんと二人笑顔で違う方向に向かっていく様っていうのはなんかめちゃくちゃ救われるなとは思いましたけれどもでもやっぱ辛いなというのは正直な感想ですよね。なんてなってね、本当に。でも、なんか、なんだろう。裏切るとか、戦いを滝名と千里がしなきゃいけないような事態は、交わせたのかなと思うと、なんか、でも分からんけれどもこれからもなんか真島が作戦思い浮かんじゃってるしなどうってなっちゃうんですけどわあねでも本当にインカメラで撮ってるんですけれども、今自分の表情を見た時に本当もう、ブスすぎて泣けたっていう最後のね、最後の一滴の涙は自分のブスさに泣いてますけれどもね。で、一体、まあ、でも、やっぱ、あとはヨシさんとミカの関係っていうのもなんか実はすごく、なんか、いろいろあるんだろうなぁと思っちゃうんですよねやっぱりでもあんなシーン入れますかとほんまにやっぱり救世主とね千里に言われた
ヨシさん、そしてホテルでバスローブのヨシさん、ミカ、おいってなったんですけど、まあまあそういうシーンもあって、だからこそどういう関係としてここから進んでいくのか、過去はそういう関係であったからこそとか思っちゃいますね。そして俺吹きね、吹きのあの皮絡める感じとかやっぱ好きだな、吹きね。でもこんな感じ、これがエンディングというか最終回なら、それはそれで良かったかもなっていうことなんですけど、やっぱりマジマが来るんですよね。マジマは一体どういう味方じゃないか、最後の作戦ってなんだろう、でもやっぱ千里との戦いなのかなと思ったら、なんかまたぐちゃっとなっちゃうし、うん、なんかね、本当にでも、幸せになってほしいな、変なトーンになっちゃったけど、ウルトラシーないかな、でも持ってたよな、ヨシさんなんかアタッシュケース持ってたじゃんよ、あれはあれは何とか思うんですが、まあ待ちましょう一週間、はい、ということで、皆さんはいかがでしたか、感想ね、ぜひコメントに書いてください、読ませていただいております、はい、ということで、もしよかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。めちゃくちゃいい回、楠木さんのあの冷徹なトーンとかも良かった。じゃあまた次回お会いしましょう。チャンネル登録高評価もお願いね。それじゃあね、バイバイ。